ゼロ降り注ぐ光が淡い光の粒子が僕の体を通り抜けて地面にぶつかって砕けた僕は空っぽになったみたい僕は透明になったんだただの白いタイツじゃないよ透明なんだよ 潜入するよ。学校へ。病院へ。女子衣室へ。白タイツじゃないよ。僕は透明人間なんだ。剣道小林のをこう、今夜も始まります。 さあどうも始まりました剣道小林のテメ横皆さんこんばんは剣道小林ですさあ今回のテメ横ポエムはラジオネームよなみね1363から頂きましたいやーよなみね1363の勘違いが進めばもう投稿してくることもチャンスもなくなるでしょうねこれ与那ね1363目覚ましなさい君の着てるのはそれ全身タイツだよ白タイツは透明人間にはなれないですよ女子硬い姿勢はいた瞬間人生終わりますからねっ なんか、光因子 X みたいなのを開発してから女子、こ室には入りなさい。え、ね、というわけでね。まあ、あの、私、剣道小林もこの東京暮らしが約1年を経過しまして、まあ、あの、多くの芸人さんがやってるですね、軍団結成というものを、ようやく僕も成し遂げまして、えメンバーはですね、ネゴシックス、ムーディー勝山、そして、ガンダムモノマネでお馴染みの、若よさむというね、 右肩下がり軍団というのを結成したんですがこのね、やっぱ軍団をまとめていくことの難しさ。三人それぞれが東京進出のタイミング間違えて仕事を完全に失ってしまった三人。いつ集合かけても来てくれる三人なんですが、ちょっとあの、軍団をまとめていくという、やっぱ俺はそういう器じゃなかったんだ。ビーバップのトールがね、俺はそうじゃなかったんだと。一回軍団結成しようとして。自由にやってるのが良かったんだというね、悩みと同じ悩みにもぶつかってるんですというのも、 ま、右肩下がり軍団筆頭であるネゴシックス。ま、もう最も仕事のない男なんですけど、今。ハローワーク常習者より仕事がないと言われているネゴシックスなんですが、なんとね、ま、ネゴシックスがね、ま、東京に来て一番良かったこと何やと聞いたら、AV 女優とコンパしたことですっていうのを言うてて、あのぜひ団長である俺を交えてそれやらな、まずいやろというね、ことをあ当然その流れとして言うたんですよ。 すると、ま、ネゴシックスすいません、小林さんと。実は、ま、その、コンパした時に、ちょっと、あの、はっちゃけて嫌われたかもしれません。あの、電話、出てくれないし、もう、とうとう繋がらないようになりました。みたいなことをね、ネゴシックスが言うてて、ま、あそうです。やらないなと。ま、僕も、諦めていたんですよ。ところが、昨日ね、ちょっと次長課長の井上と仕事が一緒で、楽屋がね、井上と一緒やったんですよ。ちょっとあの、楽屋が足りないような現場で。 で、小林さん最近ネゴと遊んでるらしいですね、みたいなの言ってきて。もう、そうや。って聞いたら、井上が、ネゴ、すごいですね、あいつ。って言うんです。何どうすごいの仕事全然ないよって言うたんですけど、いや、違うんですよ。この間あのー、みんなでゲームしながらお酒飲んでて、ネゴシクスがそんなベロベロなって、皆さん、今から俺が AV 女優呼んでいいですかとか言い出したんですよ。 もうなんえ、そんな呼べんの,言のああ、大丈夫です俺、電話番号してますから。昨日も喋ったとこですよ。みたいな。言ってね、え、ちょっと、井上、それ、いつって言う。いや、昨日です。言って。いや、ちょっと2ヶ月前にあいつ、AV 女優の連絡がつかんで、もう電話番号も変えられたって言うててんけど。えまじか。あいつなんか頻繁にメールやってる言ってますよ。ってう。これ完全にネゴシックスに僕、裏切られてるんですよね。<laughs> 言ってどういう意図でこれネゴシックスが俺裏切ってるのかと。まあ、思い返せばね、いろいろ事件があったんですよ。ね。あのー、普通の全然エッチじゃないマッサージ屋で、ご、むちゃくちゃスケベな女の子がいて、まるでそのエッチの店のようなね、行為をしてきたと、不意中してたんです、ネゴシックスが。すごい武勇伝を持ってきたんですけど、これなんか怪しいなと思って、お前ほんまかと、それ。 俺そこの実は受付の人と知り合いや。な今から言うて聞いたろかというブラフを僕がかましたら、すいませんでしたと。<laughs> 謝り出すというね、はい。実際なんかね、そういうあの、後で電話番号をやり取りしてそうなったみたいな話はあったみたいんですけど、まあ、それだけで十分武勇伝やのに、相手に責任キスというね、めちゃめちゃエロい奴がいたと。これどういう精神構造してるんだっていうことだね。まあいずれ、 この剣のこドコのてめえおこでネゴシックス呼び出して公開裁判やってやろうと思ってますからね。ええ。まあ、あのー、まあ、その際は、あのー、整理券配りますの、ね、で、傍聴席の方にね、皆さん、ぜひお越しください。あ、ま、ああの、ちょっと TBS のね、セキュリティ上そういうのが無理なという場合は、あのー、なんか劇作家みたいな人に、こう、鉛筆でネゴの絵描いて、それホームページ公開しますね裁判の模様ね。<laughs> それやりますんで。さて、まあ、オープニングトークも想像なんですが、なんか不思議な、お便りメールが届いてるという噂がね、はびこってんですが、こちら、えー、ラジオネーム、チョッピンさん、えー。私は現在、戦地からこのメールを送付しています。私は昨今の厳しい就職戦線を何とか勝ち抜き、無事に自分の希望する何との軍に入隊することができました。何とだけに、何とか。 なんて、ね、とただ配属された部隊にちょっぴり不満があるのです私は海の部隊をの配属を希望したのですが風の部隊に配属されることになってしまいました隊長のヒューイさんは良い上司なのですが私はなぜだか彼があっけない最後を迎えるような気がして仕方ないのです私は力より知恵の方に自信があるタイプなのでできればヨガヨなら万の軍隊を縦横に操る天才軍師と言われる 海のリハクさんの舞台が良かったです。あ、よろずの軍隊かな。なんと言っても、この拳と暴力の時代に罠を仕掛けるのがうまいという特技だけで生き残るリハクさん。なんだかしぶとく次の時代まで生き残りそうなオーラを感じます。明日、私の所属する風のヒューイの舞台は、確か、確か剣王とかいう敵と戦う予定です。その戦いが終わったら移動願いを出して、海の舞台に配属しようと思っています。それでは、戦いの後またメールしたいと思います。 再び、オープニングポエムに続いて、再び、もう二度とメールを受け取れない方が。<laughs> <laughs> かわいそうに。かわいそうに。チョピンさん、今ね、このラジオもう聞くことはできないでしょ。なぜなら、送付した日がね、えー、遥か前だからです。<laughs> 粉々になってるんでしょ。でもね、あの、これ、ケンコバランドと書いてるんですけど、あの、前も言いましたけど、こんな募集一切してない。 こう、こちらが募集してないのに、まあまあ面白いコーナーを送ってくるということはこ、これ、どうなって、そんなに不備ありましたか、このラジオ。創作欲を解消しきれない程度のコーナーしかなかったんだと。<laughs> えー、今非常に、私もちょっとショックを受けております。まだ来てますか、えー。あ、こちらはですね、もう普通のメール頂い,いています。ラジオにもベリーナイス。えー、ケンコさん。 今日こそは田島洋子さんがスペシャルゲストですよね。そうなんですよね。スペシャルゲストが、ゆかりの深い方がスペシャルゲストがということでね。まあそういう、情報が交錯しておりますが、ね。果たして今日のスペシャルゲストは誰なんでしょうかね。先週言いました、えー、確か、えー、なん、動物のねな、なんだっけな、えー、エレファント、エレファント、太郎みたいな、なんかそういう人でしたかね。 果たして、そのね、僕は多分仮名だと思うんですよ。バッファロー、五郎だったかな仮名だと思うんですよね。誰が来てくれるのか。まあ、楽しみです。皆さんぜひね、えー、このラジオ、最後まで聞いて、スペシャルゲスト一体誰なのかということをね、予測してもらいたいと思います。さあ、それでは、剣道小林の手メ横ではですね、皆様からの苦情、批判、メッセージ、これら、すべてお待ちしておりますんで、アドレスの方、行っておきます。アドレスは、 d e m e o k o アットマーク tbs.co.jp テメオコアットマーク tbs.co.jp までさあそれでは TBS からあなたへのギフトです CM 聞いてください DVD ボックス発売決定ジークテメオコ聞けばよかろうなのだ ジーク、デメオコ、デメオコ、オコ、オコ、メテオコ、デメオコ、ジーク、デメオコ。<あ>聞けばよかろうなのだ。けんどくばいしの、デメオコ。さあ、というわけで、いよいよやってきました。スペシャルなウィークに、スペシャルな企画をお送りします。デメオコ、こういうろくスペシャル。さあ、私、けんどくばいしの、幅広い、こういうが実現させたゲスト。 早速、お呼びしましょう。なんと、今、関西で、カリスマ的人気を誇ると、資料に書いておられます、<laughs> バッファロー五郎さんですよろしくどうぞ、こんばんはえー、自己紹介の方あ、お願いします。いますはい。はい。バッファローゴロー、木村昭弘です。え木すあ、木村昭弘です。木村昭弘さん。はい。わ、えー、かりました。はい。<laughs> <laughs> そして、えー、メガネの方の、はい。 ワほロコロ竹若元博です。あれちょっと資料の方には若竹厳迫とかいてるんですけど <laughs> 別に三国志とか絡んでないんではい、はい、竹若元博です竹若さんなんです竹若さん竹若と呼んでくれみたいな感じですかいやままはいこの際もう説明がもううっとしいのでいや僕ねあの、はい、先週に会ったことないって言ったんですけど、はい、ほんまに申し訳ないのがはい。 はじめましてじゃないですよね。はじめましてではないですね。以前何度か。何度か。何度かお会いしたことあちゃんとね、挨拶できてなかったから何度かっていう範疇ではないと思う。何度はい。まあ、日本語としては何度かですけども。はい。そうですね。はい。まあ一応でも何度かにはなるんでしょう。日本語で言うと。そうですそうです。だから初めてではないです。はい。ですよね。で確か、あの、大晦日の今田さんと東野さんの番組の時にお会いして。はい。 席がね、ちょっと斜め、僕は斜め前前らいにありますね。はい。まあ、はい。ちゃんと挨拶できなかった。あれドタバタとね、始まっちゃいましたからね。そうなんですよ。バタバタで、はいはい。始まっちゃって、ほんで終わったらもう335号みたいな。あれもね、それぞれ。まいつも朝のね、九時まで。元旦ですから。はい。ね、お久しぶりです。いやそこだけプッカッとせんでも。はい。 ももなほかも何度かお会いしたこともあるんですけども。ありましたけど、何でしたっけいや、いろいろ、あの、ね、例えばプライベートで野球を一緒にとかもありますよ。プライプライベートで野球を一緒に。なんか、あれですか、東京ドーム通路とかでお会いしました通路じゃないいや、そんな立派な。発電所でお会いしましたっけいや、違うます。これ北賀屋球場っていう。北賀屋球場って。北賀屋って大阪のですかはい。もありますし、先週、これ一度、一度、のみの席でもご一緒してますけど。 木村さんがですか僕は、飲みの席で先週ぐらいご一緒させていただきましたけど。ど、どんなお店ですかなんかあの、はい、チェーン店の居酒屋やったんですけど、日曜日でも貸し切りで僕らしかいない状況をやったりとか。ちょっとやめてくださいよ。何ですか東京のタレントはバーしか行かないんですよ。<laughs> <laughs> え 家具、家具買えるようなね、この家具いいね、これお買いになれますよっていうようなバーしか行かないんですから。こ、うん、じゃれたところを。びっくりするぐらいガランとしたチェーン店の居酒屋に、はい、4人ぐらいで一緒にいてた記憶が僕が、はい、まあ僕はちょっと寄ってたからかな。記憶にちょっとありますね。はい、あのー、<ー>入り口の扉開けたら、あの、レジのボックスみたいなところで、 店員さんが明日のジョンの最終回みたいなポーズで座り込んでた。大丈夫ですかそのお店。真っ白になってたみたいな。ええ。あたもう今日よろしくお願いします。本当に。そうですね。フレッシュな感じで。いや、あの、本当にこのスペシャルウィークということで。はい。 あの、本当失礼なんですけども、今、バッファロー五郎さんが、はい。一番の注目株だということをね。ありがとうございます。あの、皆さんから聞いておりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、それ嬉しいですね。あの、本当に僕あの、あの、吉本の芸人なんですあ僕。僕らも吉本の。え僕らも一応吉本の芸人なんですけど。クリエイティブエージェンシー。吉本クリエイティブエージェンシー。はい、所属。あ、僕でも、大阪の吉本なんですよ。そうなんですか。あ、そうなんですか。 僕らオレンジとか元気ですかいや、俺、それは名古屋吉本なんで。はい。僕ら名古屋じゃないです。僕らも大阪吉本。はい。タックインさん。えタックインさんの下ではないです、僕ら。そうなんですかはい。大阪吉本でずっと頑張ってますよ。合わないもんなんですね。そうですまあ、合わないというか、まあ、何度か多いですからね。多いですから。最近どういう活動をされてるんですかあの舞台を中心に。 あ、そう、資料に書いてます。ああ、そうです。舞台を中心にカリスマ的人気を集めるという。ああ、ありがとうございます。いや、そう言っていただいて、こ栄です。これね、更新がね、2008年10月3日なんでね、ちょっと。まあまあ、でも最新の情報と言っても過言ではないしね。10月3日。あ、10月3日は、確かに、まあまあまあ、はい。まあ、その辺でしょ。その辺から書いてあるのはね、注目されてると。一10月3日はまだちょっとね、はい。古いんですよ。はい え、4日、5日にな、なんか。うん、まあ、言うたら、まあ、5日の日まあ、まよ。あまあまあまみんなまで言わない自分で、自分で言っないじゃないですか。僕もね、ラジオパーソナリティとして、ね、見聞を広めなあかんと思いまして、いろんな資料読んでおります。10月5日は、はい。ねはい。時刻表の日でしょ。時刻表の日。あ、そ、そうなんですよ。ダイヤが、ダイヤ制定の記念日みたいな。そうなんですよ。月日。言うたら、もう輝かしい、ダイヤモンドのような1日。 バッファローさんにとってもいやそういううまさは全然求めてないんですいやでもダイヤモンド以上の西村慶太郎さんにとっては西村京太郎さんにとってはねダイヤモンド以上の価値のある日ですよですよねでもあんま僕ら西村京太郎さんとは関わってないんであれコブラにとっての最古感ぐらいの威力ありますからね西村京太郎さんにとっての時刻表は一番大事なもんでしょ西村京太郎さんの千倍その辺はうれしかったと思うんですよ僕らの方が。 赤賀治郎さん赤賀治郎さんは関係ないです三島妹です。別に三毛猫の日にちゃいます三毛猫を持ってかける。西村京太郎さんより。西村京太郎さんにとっての時刻用。コブラにとっての最後が、ブラックジャックにとってのメスが、赤賀治郎さんにとっての猫でしょ違いまた違います。赤賀治郎さん猫だけで。三島妹シリーズもあります。三島妹シリーズ。はいはいはい。ただ、はい。ま、10月5日以降が僕らのプロフィール。皆さん、僕あの、てめえお子というラジオ番にやらせてもらってまして。はい。 て変わったね。てめ起こしてますかてめ起こしてますかすいません。てめ起こって何てめ起こしてますか何ですかえ夏焼きささんみたいな感じになりましたけど、そう。健康ですかみたいな。はい。サウナに。サウナの CM。はい。てめ起こしてますかこれ関西ローカルやと思いますけど。はいはいはい。てめ起こって何なんですかえ、え、じゃあ木村さんどうなんですかてめ起こしてるんですか最近は。うん。奥さんとかに。奥さんとかにはい。 また、もしくは奥さん以外にてめおこしてますか奥さん以外は。だいぶ絞られますけどね。その言い方と奥さん以外にはないですね。<laughs> 奥さんにはてめおこしてますか奥さんにはてめおこしてますかま,まあまあギリギリ。僕の今想像するんでは、はい、あんまりはしてないですけども、はい、奥さん以外にはしてないですね。てめおこはい。あ、そうなのそのね、てめおこというイントネーションえー、じゃああれですか、あのー、 市職員とかが、この税金をこの着服して、はい、あの温泉旅行とか行ってんのにもてめえをこしてないと。え、だからてめおこってどういうことですかそれなんで市の職員が出てくるんですか <laughs> 奥さんにてめをこしてますかそこだけ聞くと、ね。あ、そういう意味で言うと、奥さんにはそんなんないですそういう意味で言うと <laughs> <laughs> 市の職員みたいな、そういうなんか不正みたいなことは、嫁にはしてないので。も資料によると、高岡さん、お子さんが。お子さん、生まれました。生まれました。例えば、11ヶ月ぐらいですね。一ヶ月ぐらい。ああ、もう11ヶ月経ちますか。そうです、そうです。ということは、21ヶ月前かな、ちょうど。はいはい。そこから、とつき10日引いて、21ヶ月前。てめえ起こしてましたかいや、かなりだいぶ絞られた感じですね。その時は、てめえ起こしたんですね。え え、でも今の言い方だと、そうしなきゃお子さんはまあ。21ヶ月前、てめえおこしたんですかてめえおこのおかげで、我が、マナ娘が生まれたということですね。最低ですな最低どういうことなんですかいやいや、これは僕は、あの、生命の神秘的なことで。え、なんでなんですかなんで最低の神秘だとないす何やと思ってるんですかてめえおこてめおこでも、てめおこ、なんかそういうエッチなことでしょちょっと、やめてくださいよいやいや。TBS ラジオですよ、これ。いや、でもそんなもん、 でもそう、だって、このてテおこをいろいろ分解して組み合わせたら、答え出てきますよ。そ一番やったらダメなんですよ。分解したら。え ?IT サプリの問題やったら、もうあっちまで出ますよ、これ。今田さんやったらすぐ止まる。ちょっとやめてください。はい。破壊なくして想像なしなんてあれ嘘っぱちですから、一度、一度、一度崩して組み立てる。そうすると、おのずと答え出てくるでしょ、これ。何やって言うんですか、いや、それは言えないことですよ。これあの、NBS にも流れますから。あ、そうなんですか あ、じゃあ、だめ、余計な、だめじゃないですか。関西地方にも流れますよエッチな意味でしょその言い方やったら。えエッチな行為のことでしょこれ言うたら。ちょ、ちょ、やめてくださいよ。じゃあ、んなんすかだから、だから教えてください、てめえは俺を怒らせたの略です。なんですかそれ、んなんすかてめえは俺を怒らせたの略ですよ。あ、あの、ジョジョの、はい。ディオとの。そうです。てめえは俺を怒らせたの略なさ。はい。 じゃなんで子供の時関係ないじゃないですかお子さんが11か月でそこから戸築10日引いたらって関係ないいや恐怖喧嘩のでもあるんかなっでそんな戸築きっちり戸築10日前に喧嘩するんですか話いただけなのあすいませんすいませんそれやったら僕も嫁には何もないですよまあ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 でもそんなねギスギスのやめましょうめでたいことがあったとこなんだからですよありがとうございますありがとうございますお便りめっぱ聞いてありがとうございますやっぱりねなんていうんですかもう か、送ってくるもテンション上がってるんですかね。あ、それ。本当嬉しいです。ありがとうございます。 え、こちら、えー、チョピンさん。はい、あります。えー、ケンコバさん。はい、ゲストのバッファローゴロさん、こんばんは。あ、ごはあこん,ばんは、ありがとうございます。スペシャルウィークにスペシャルなゲストをお呼びするということで、ぜひ相談させていただきたいことがあり、メールいたしました。はい、でしょいいですよ。私は32歳の男なのですが、シダミライちゃんのことが大好きで大好きではたまりません。はい、どれぐらい好きかというと、ウドスズキさんが相方の天野くんを好きなくらいって言えば、私の真剣さが伝わると思います。はい。こんな僕は一体どうしたらいいでしょうかこのスペシャルな悩みにスペシャルなアドバイスお願いしますと。 あまあまあまあ。旬の話題ですね。どこが旬なんですかえどこが旬なんですかいや、志田未来さんね、人気がありますよ。はい。はい。僕らはゲストやっ若手の相談ですよね。ああ。え、た、例えば、あの、いや、いいんですよ。これが悪いわけじゃなくて、え、芸人を目指していますとか。うん。どうすればいいんでしょうかと。はい。まあまあ、例えば。あ、お二人芸人うん。お二人芸人なんですかあ、お二人、吉本でて言いか仕事してましたね。あ、ほはい。 コントはどうやって作りますかとか。あいやそういうのが僕は。いや、チョピンさんに関係ないでしょ。次代未来ちゃんが好きなんですよ。いやその気持ちは分かるわけですよ。それファンレター送ればいいじゃないですか。ファンレター送ればいいじゃないですか。チョピンさん、そうですよ。ファンレター送ればいいんですよ。はいはいはい。え、おかしいな。え、皆まで言わないです。え、ツイードメールで。すいません。ちょっと怒りすぎですよ。いきなり言うのはね、ちょっと違います。ありがとうございます。え、こちら、荒井智也さん。ありがとうございます。やっぱり。 一気に全国に浸透してますよ。いや、でもね、それを言っていただくの一番嬉しいです。い本当に。はい。頑張りました。噂届いてます。はい。ありがとうございます。北海道の方ですかああ、ありがとうございます。はい。本当に嬉しいです。えー、ケンコバさん、木村さん、若竹さん、こんばんは。ありがとうございます。僕はバッファロー五郎さんのことあまり知らないのですが、木村さんの噂だけは聞いたことない。はい。あ、何でしょうか噂届いてるんですよ、やっぱりね。いや、何でしょうど、何でしょ全国って言われたら。いや、本当に、一、ある日を境に。はい。覚えてもらってあ木村さんってエロ市議がお得意なんですね。 僕のようにバファローゴローさんのことはあまり知らない人間のためにも一つ禁じていただけませんかは時期的にあの木村は木村でも違う木村なんですねエロシンいや違うあのはいええハズハてあのはい違うです違うです木村は木村でも僕はバファローゴローの木村なんですよバファローゴローというコンビの木村なんですエロシンは天津木村ですね天津というコンビの木村なんです 木村っってていいいう名前って結構多いじゃないですかえ、でも僕、二人ぐらいしか知らないで <laughs> <laughs> そうなわけないでしょ。生きてきて。ええ、ちなみにこの二人ってのはもう、芸人さんですか、うん、いや、お相撲の行事さんです。<laughs> それは、いいあれは名をついていくんです。はい。お相撲、行事さんは名をついていく全員です。だから僕は、エロ主義はしないんですよ。残念ながら。じゃあ、エロくないと。 エロくないです、僕は。しないんです。しないんじゃなくて、やりたくないんじゃなくて、できないんです。はい え、でもあるんでしょなんか舐めてて、みたいな。いや、だからあれも天津キムラさん僕はバファローゴロ木村ですよ。それで、それで有名になったわけじゃないんですよ。フライパンで炒め物しながらテレビから流れてきたんで、姿見てなかった。キムラさんやったんですかいや、僕、僕、僕、バファローゴロキムラじゃないですか。ウインナー炒めてた。いや、ウインナー炒め何を炒めてたかと思って僕の中で何を炒めてたかとんだけね僕はバファローゴロ木村なんで、エロ刺激はできないんです。一人暮らしなもんで。いや、違うです。ウインナー食めて、もケチャップかけるぐらいでもウインナーどうでもいい。一応、の話、僕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 、僕、 僕はま、それに花を添えるのはエロシギンやな。それはできないです。あの、やり、ね、や、やりたくてもできないです。あの、その、へ何も知らないので、シギンのことそれで、んが売れたわけじゃないんだよね。はいはい、それじゃないです。はい、僕が全国に知られたことがなんてすることあると思いますそんな。え、でも、ね、あまりご存知ないというから、はい、僕ら多分何か違うのでは僕ら、ひょっとしたら、もうすぐ有名になるのかなっていう、うその嬉しさはあるんですよ。 ああ、そうなんですか。はい。僕はこれ LC はできないんですよ。空振りでしたね。空振りというかなんか。ちょっと、ねすいません、荒井智也さん。まあ、ちょっと、木村は木村だけどね、違う木村で、やっぱできないです。天心のコンビの木村です。はい。はい。もう一丁、でも荒井智也さんから。あ、ありがとうございます。え、違うのであれば全然大丈夫です。はい。ケンコバさん。はい。竹若さん。これ、どっちなんですか、若竹さん。から竹若で統一してますよ。あ、そうなんですかはい。はい。ケンコバさん、竹若さん、キムキムニーヤん、こんばんは。 お前,は前から思っていたのですが、木村さんの口って鈴木亜美の口とクリソツですよね。アヒル口とでも言うのでしょうか。そこで質問です。鈴木亜美さんとは何か関係があるのですかと。あそれぐらい似てると。そう。30ぐらい重なってて、何を紐解いていけば僕はいるか。まず僕。聞いてませんよん。僕はまずキムキムニーヤンではないですよ、僕は。僕、バワハロ,ロキ木村です。でもまあ、年季的にはニーヤン そうそうか。でも、緊急アンではないですね。そうですか。この人から見て、年上なんじゃないですかね。僕は、だいぶ年上だと思います。僕、37歳ですから。もうすぐ38です。37歳まで何をされてたんですか仕事吉本で芸人やってました。吉本で芸人やってました。19年。あ、そうなんですかはい、そうです。やりすぎのお店が終わったっても言ってくれたじゃないですか。はい。 だから芸人ですよ。その時に、あ、こんな人いるんだって思ったんだで、芸人やってます。で、僕はでも、吉本って広いじゃないですか。キムキムヤンっていうのは木村雄一さんなんですよ。いや、それを聞いてるんじゃないですよ。鈴木亜美さんとの関係を聞いてる。僕、応援したことも、見かけたこともないです。でも、口がそれだけ似てる。僕、雄一さんは似てるのかな僕はアヒル口ではないです。ないですね。 僕はアヒル口で言っなたなんでうちの相方の方がアヒル口です。どちらかというと、口で言うと。え、このトカゲのような顔されてるはい。ハチ類口ですけどね。ハチ類口ですどちらかというと、アヒル口はうちの相方です。はい。で、キムキムニアでは僕はないです。僕は、木村昭弘です。ちょっと次のールやっぱり。はい。でしょう、ようやく、あの、素直な、あ、はい。でも、そで気持ちを発表できたとこってあんまないんじゃないですか ちゃんとね、言えてるいですあの、ちょっと時間を置いてから。そうですね。こう振り返るっていうのはなかなかないですね。やっぱね。そうですよね。ついてから。真っ白の状態で。はい。あの、時刻表の日に。はい、時刻表ね。はい。でも今ならね。今なら言えます、ちゃんと。はい。はい。こちら来てます。パンツ、吉野34歳。はい。ありがとうございます。ケンコバさん、バッファローゴロさん、こんばんは。こんばんは。皆さんは、誰のジャーマンスープレックスが一番好きですか俺は、武藤刑事のジャーマンが好きです。 綺麗なブリッジなのに膝が耐えられなくて、崩れてしまうとこたまらんです。ああ、色気を感じるはい。いやいや誰のジャーマン。いや、今改めてお聞きします。あれから約、2週間。二2週間ぐらいですかね。週間。はい、あんまりはい、あれから2週間です。僕たちとっては本当に記念すべき日から2週間です。記念すべき日。はい。日から2週間。はい。今改めてお聞きします。誰のジャーマンスックスがあの、例えば。竹岡さん。まあまあ。 んうん、長谷井宏さんのジャーマン好きですかねつま先をピンと立てたはい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 やっぱ説得力ありますよね自分の鼻がリングについちゃう、うん、マットについちゃうんじゃないはいはいはいやっぱアマレスのこの下地がしっかりと現れてあれこそ悩んだらキングなんちゃいますかねキング・オブ・ジャーマンみたいなねはい <laughs> ねいいいいいいパスだったと思いますよ今のいいパスだってえキング・オブ・ジャーマン はい。じゃキングオブジャーマンさん。じゃあ、はさんは。はせいやー、やっぱりね。キングオブジャーマン。はい。あ、ん知ってますはい。何ですかキングオブコメディっていうすげえ面白いコメディあ、言ってますね。この曲もコメディーね。高橋君。すげえ面白いコメディすごい面白い。すごい面白い。すごい知ってます。僕、イベントにも出てもらったことありますけたしました。あの、面白い子たちです。いい子で。はい。あんまりその、芸人さんがご飯行ってる時、同席とかあんまりせん方がいい。い違います。僕は違う。ちょっといいですかとか言ってますが、芸人さん。ちょっといいですかとか言って、こう、テーブルに入ったんですか。 いやいや、ネタ合わせかもしれんのがずらりめだとか言うて。大阪に来た時に美味しいところに連れて行ってくださいって言うから、あいいですよ、とか言うてはい。さすが大阪では、カレツマ的な。あいはい。はい。で、あの、木村さん。あ、はい。ジャーマンの件聞いてませんけど。ジャーマン、あ、僕はもう初代タイガーマスクです。はい。ダイナムッキッドにやった、あの、初代。初代。初代タイガーマスク。のあのあの、ジャーマンがやっぱり今、今でも。やっぱ、何でもやっぱ初代がすごいですよね。そうです。そうです初です。初代です。 ありがとうございます一番何が価値あるかってやっぱ初代ですよね早め目ねタイガーマスクの三沢三沢のあれだけの天才が初代には超えれないんじゃないかみたいなねいまだにも言われてるわけですよだから僕たちはすごいそれが光栄なんですうんでなんですかその佐山聡さんの関係者じゃないでしょ全然関係ないです初代は初代なんですよ 初代がやっぱり一番すごいですよね。嬉しいんです。い。や、別に二代目でも三代目いいんですけど初代というのは特に嬉しいやっぱりね、中川家と朝声声は偉大ですよ。偉大ですよ。はい。はい。いや、偉大なんですよ。はい。M1 チャンピオン初代。M1 初代 M1 チャンピオン中川家。はい。偉大ですね。初代 M1 チャンピオン、朝声声。おはい。あ、じゃあ、大田光カ大田光カですね。大田ヒカル。そうですでも初代です。大田光カ大田ヒカ大田ヒカと中川家偉大です。大田ヒカ偉大です。大田光カ中川素人かな、あの時。 その時に見事にもうね全員ねなぎ倒してるでしょはい僕らもね僕らも苦節苦節19年次のお便り次のお便りですか分かりましたはいいレディーネームチンコの先からうんこさんありがとうございます最近セックスした時の話をしてくださいいやいやあの若さんセックス以上にこのすごい気持ちよかった瞬間が訪れたんですよだからむちゃ言うダだです いや、むちゃって言と。あ、言って。まあまあ気持ちの問題ではあるんですど無理を通して道理にしてまうなんて無理ですから。あ、あるんです。セックスを超えるほど、嬉しくて、はいてい。嬉しくて感動して気持ち良いことっていうのがあるんですよ。あなたたちね、いろい真っ白になれることあったでしょうけど、ね。セックスぐらいでしょうか最後の瞬間滅んの。 いやいや、違う、あるんです、あるんです。自然と涙がこぼれるぐらいのその気持ちよさ。あー、ありますね、セックスで涙セックスで涙出る。なんかしながら涙出る時それ乾燥してす確かに、なんかわからんかったんですけどなんかわからんけど涙出る時ありますね。はい。いや、でも、そう、もう、はい。 もうさあ、ということでね、どんどんお便りお待ちしてますということで、宛先の方を入れてきます。TEMEOKO、アットマーク TBS.CO.JP ドットドット、テメオコ、アットマーク TBS.CO.JP ドットドットということでね、じゃあ、バッファローさんに、実は、サプライズプレゼントありがとうございます。ありがとうございます聞いてください。CM です。テメオコ、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 

ここからスペシャルゲスト、バッファロコロさんをお迎えして、通常のコーナーに戻れたいと思いますか今、今通常に、通常に行っちゃいますか通常に。あ、お疲ですあと、今の、あれ、いいんですかダト倒、打ホリプロとかあんなもんダトホリプロコムですか今後はホリプロコムを叩き潰していくかそんなの言うたらダメなんじゃないですか仲良くするのが一番いいと思ったんですけど。あ、そうですかはい。 僕一人でも戦います。はい。まずはね、江戸紫の首から買ってやりますよ。どこから行くんですか江戸紫の首買ってやるから覚えとけよ、江戸紫。そして普通のコーナー行くんですね。普通のコーナー行く。わかりました。はい。なんか喋り足りないことありましたかいや、いや、かなりありますけど。はい。大きなものがちょっとスコーンと抜けてたかなっていう。大きなもの。はい。 大きなものが抜けてました。いや、でね、気象情報とか。気象情報、いや、確かに大きいです。はい。確かに、大きい情報。大丈夫です。はいはい。あ、いいです。大丈夫です。あの、このシールケース。はい、いいです。はい、わかりまじゃ、あいきます。はい。一つ目のコーナー、こちら。てめえは俺を怒らせた。 このコーナーを嘘でもやってい,こいかなければ<う>番組タイトルを強制変更させられるという非常に重要なコーナーです <laughs> でもってどういうことですかやりたくもないのにやらなければやっぱ意味合いがそういうことやったんじゃないですかさあいきましょうこちら <laughs> ラジオネームチョッピンはいおい銀座にある某ランジェリーショップの店員なんで俺様が一人で入店しようとすると必死の形相で入店拒否しやがるんだ俺様だって真面目な納税者だ ブラジャーをつける権利ぐらいあるだろうが。もう母親の名前を使って通販で買うのはやめにしたいんだ。店であれやこれや試着した上で納得してから買いたいんだ。てめえは俺を怒らせた。これは深い怒りですよ。深いですね、確かにね。あのね、うん、本当にあの、このてめえおこっていうラジオ初めてよかったな、はい、と思うのは、はい、あの、良識あるリスナーが多いんですよ、本当に。は <laughs> <え>はっ 世間、この社会に対する怒りを。消費者センターとかに問い合わせてもね、なかなか取り合ってくれないんですよね、こういうのって。お役所をね、仕事で回されて。チョピンさんの方が変ではないんですかチョピンさんの方が変じゃないんですかブラジャーをつける。はい。はい。ちょっと男性の方ですよね。あ、でも乳首が敏感なんじゃないですか ああ、<う> T シャツやったらすれすれに。あまあ、ええ、まあ、はい。でもね、貴重な意見ですよ。ち、はい、ョピンさんね、怒りが止まらないみたいです。ああ、そうですか。ええ。ええ、もう一丁来てます。ち、はい、ョピンさん、行きましょう。おい、ウォシュレット。いきなり全開パワーで俺のアナルに攻撃加えるんじゃんねえ。トイレの中で思わず、おひょっと声を出してしまったじゃねえか。てめえは俺を怒らせた。 なかなかやっぱ消費者センターとかに言えないですあのね、なんかあの、調節ボタンみたいなのがあるんです調節ボタンあります。ん調節ボタンじゃないあす。つまみとかでね、多分今ね、なんてったらね、柔らかっていうボタンがあるぐらいですね。そうあのー、皆さん、柔らか使ったことありますあります。はい。あれ、はっきり言って足りなくないですか足りないですね。まあまあ、常習者はちょっとね、物足りない。まあ、わかります僕、正直もう、うがいするぐらいの勢いで洗いたいんですよ。 ガラガラガラ人の好みですよね。奥の奥まであれで。ガラガラガラって言わしたいんですよ。ガラガラってどこですかああ、すごい出ないからうがい薬出えへんかなと思ってるんですよ。どこのカバ、カバの親子の。殺菌をしてくれるようなね。カバの親子がね、楽しくこう、便座に座って、並んで座ってるみたいな。大きい便器とちっちゃい便器す。ただいま、どこは後でいから。肩がカバみたいなうじゃあこれ最後にしましょうか。はい。 ね、えー、こちら「ザ・グレート・ジャギ」新日本プロレス昭和 X 年丸○大会第4試合木戸・サム対ヒロサ・サ静かな展開が続いていた試合開始5分過ぎヒロ・サがボディースラム後木戸の頭を掴んだ瞬間木戸が手首を返し一瞬で脇固めを決めたヒロ・サは瞬間的にギブアップその時木戸・サムの顔は奇神のごとく凄まじい形相をしていた控え室に戻った木戸が鏡に向かって 髪をセットすること5分小さい声でてめえは俺を怒らせた喜怒は会場を後にしたいいですねこれ <laughs> 今明かされる、はい、プロレス界最大の事件のね真実が怒りのためにこう,いうやっぱり髪の毛のセットに5分も費やしたの <laughs> 5分以上費やしてたのを開始5分では髪の毛をつかむなんて <laughs> なるほど喜怒さんってねヘアスタイルビッチッと気味でありますからそうです、はいね こううい暴露本的なことはね暴露本プロレス界最大の事件ですよこれいやそうですかね結構初めの方の試合だったら短い試合でフィニッシュボールで終わるっていうのは普通な感じでもあると思うんですけどねえ斉斎藤側ですかいやいやじゃないですプロレス事件簿には数々もっと大きい事件がドロドロしたね

結構隅々まで届くんで有名人の方聞いてるんじゃないかっ可能性はあるでしょそれは有名人の方に聞きたいことを聞こうということなんですけどなぜかね毎回いっぱい送ってくるんですよいろんなおそう。ご本物は一人やと思うんであなるほどねはい誰かはね誰かは嘘ついてると思うんですなるほどはいはいはいでもゼロの可能性好きな言葉と人生最大のピンチそして僕に一言というのを求めてるんですけどゼロの可能性は考えなかったんですかえいやまあまあいいですはい じゃあ行きます。こちら、ラジオネーム、不要。あ、英吉さんがつけそうな。<laughs> かな <laughs> 土とか好きかも。不要度の不要ですかね、はい、ね。ピーンとこないですけどね。えー、好きな言葉。白いジャケットが似合うのは矢沢と竹内だけ。竹内力リキさんですかね。あなるほど、ね。ね、人生最大のピンチ。十数年前、BB クイーンズのトリビュートアルバムを出すから参加してほしいと言われたこと。これがやっぱりね、矢沢さんにとってはピンチだったんですよ。ね、キングですから。はい ねキングねえキングそうですよ。ちょっと変なとこでアイノテ入れるのやめてもらえますあ、テンポがキングに反応するっておかしいでしょ、それ。あ、はい。いや、キングと言ってくれたんね。あとた、カズさんじゃないでしょ、別に。僕、はい。キングカズさんだけではないですよ、キングに反応するのは。でもね、キングはキング。すいません。あ、すいません。僕は。キングクリムゾン。キングクリムゾン。はい。あれありますはい。そして僕は一言。はい今度、止まらないハハーを出囃子にしてみたらどうと。あ、なるほど。おありがとうございます、本当に。ね。 えー、あ、もう一丁、不要さんから来てます <laughs> <laughs> ほ。<laughs> ほんならもうちゃうでしょほんならもうちゃうでしょなんかそんなに採用されたいみたいな、<ー>そういうハングリーさんはないんちゃいますか 2>,、はい、?2 枚も送って。あ、でも足りなかったかもしれないですちょっと読んでみますね。<laughs> うん、よう、こばラジオ始めたんだって矢沢はしっかりお前のその熱い思いちゃんとキャッチして聞いてるぜ。もちろん、カセットテープに録音して曲作りの合間に繰り返し聞かせてもらってる。うん、ありがとうございます、矢沢さん。時代矢沢の好きな言葉。 あれまだブルーレイで AV 見てないのだ。人生最大のピンチはそのブルーレイを見ながらよろしくやってるところを妻に見られたところなんだ。最後に一言。最近、千原いじと髪型が同じと言われるのが嫌でね。あいつなんとかしといてくれないかな。これ本物じゃいますいやいや、いじのこと全く意識してないでしょ。そういえばね、髪型一緒なんですよね。いや、としても、はい、耳に入らないんちゃいまですかね。はい。はい、で、 どう誠二という存在を知らないような気がする。せいってうような器じゃないと思うんですけどね。あ、そうですか。はい。じゃ、もう、これ最後にしましょうかね。はいはい。えこちら、え稲妻ドロップ。えー、ちゃんぽいな。えどうも矢沢吉です。レディオでこの矢沢に呼びかけていきなり質問してくるとは、フラチだな。あもう。まあ、他でもない、ケンコバの頼みなら答えてやるよ。 矢沢の好きな言葉か。以上です、キャップ。だな。親民的ない。小野さんには逆らえるでしょね。いや、逆らえるでしょう。ね、矢沢の人生最大のピンチか。そうだな。ジョニー・大ーに逆ドッキリを仕掛けられた時は死ぬかと思ったんです <laughs> あ、あれ逆ドッキリやったお<ー>あれ逆ドッキリやったんですね。お金の貸し借りみたいなね。<ー>矢沢がケンコバに一言。 この間、折原美香が泊まってる部屋に寝起きドッキリに行ったら、ドアにチェーンがかかってて、お蔵になったから叱っておいてくれる <laughs> <laughs> やっぱり以上です、キャップに繋がってきますね、これ。すべてはね。なぜドッキリで繋げるんですかこの整合性。<laughs> はい。これ本物この人でしょう？いチ<や>ドロでしょ <laughs> ありがとうございます、矢沢さん。いや、ドッキリで繋げようとしたからできたことであって。こんだけ整合性あるの、なかなか難しいですからね。いや、整合性あるけど、矢沢さんとの絡みは全然ないと思う。いや、騙されるとこで、不要、お前、てめえ、こなろ態度急に変わったなぁ。うはい。稲妻泥子さん、いや、矢沢駅さん、ありがとうございます。あ、そうか。来週、誰に呼びかけようかな。バフォロさん、なんか、聞きたい人いないですかああ、なるほどね。聞きたい人ですかはい。僕、キャメロン・ディアスがいいです。あキャメロン・ディアスさん。はい。 タケさん、誰かいないですか大橋巨泉さんなんか。大橋巨泉さんいいですね。アメリカにおっても、日本におっても、いいんじゃないかな。いいですね。じゃあ、キャメロン・ディアスさんと、大橋巨泉さんの間を取って、はいはい。そうですね、山城淳子さんと大橋巨泉さんの間を取って、RG にしましょうか。え ?RG ですか来週 RG さんに。RG さん。レーザーラム RG さんに、3つの質問。僕のキャメロン・ディアス、 と、お足巨線の間を、取ると RG で。RG さんです。え、もしかしたら、聞いてるかもっていうところ、続くわけですよね。はい。もしかしたら RG さん聞いてるかもしれないんで。多分、聞いてるでしょ。RG さん、あなたの好きな言葉。はい。あなたの人生最大のピンチ。はい。そして私、健人講師、一言添えてですね。スタジオ送るでしょぜひ。はい。もえんちゃいますぜひ送ってください。あい。ガラ、ガラケですよ。あいつこそ右肩下がりでしょ。

どこにでもらえるチンゲうんこんなところにも現れていたのかというのを通報してもらうコーナーです確かに確かに謎多いですね意外なところにはいじゃあちょっとお付き合いでやっお願いしますこちらラジオネームチョピンありがとうございますありがとうございますこの人1000通ぐらい送ってきてます何してある方だですね分かんないですけどはい市村正親さんのおしゃれなんだかおしゃれじゃないんだかよくわからないあの髪の毛あれもしかしたらチンゲじゃなえのか <laughs> <laughs> あれはチンゲですね、でいや、あれはオシャレパーマですよ。ああすね、市村さんね、一回舞台でスヌーピーやったことある時ね。あ,ありますね。あの髪の毛二つにくぐってね、耳があルにしてます <laughs> あれチンゲでしょ。<laughs> あれはオシャレパーマ。おしゃれパーマですよ。ねはい。えー、こちら、ラジオネームグリズリー。はい。おいチンゲ、うん、なんでお前いつ PS2 のソフトのケースの中にいるんだ <laughs> 確かにいますいますね静電気発生させたらすぐ寄ってきますからねなるほどええ糸も簡単にこちらラジオでもニシンとサバはいジョセフ・ジョースターのハーミット・パープルはジョセフが力いっぱい虫で取ったチンゲを握りしめてるだけではないでしょうあれらってちゃんと出てるでしょあれでチンゲいっぱポン刺そうといやあれチンゲで燃焼とかできないでしょそういえばね僕もかすかな記憶なんですけどディオが一瞬殴る ためだったんですよね。あれは波紋を流し込んでたんですよ。あれ、確かにチンゲなぐの嫌ですよ。いやいや、吸血鬼とってチンゲなんてほんまかすみたいなもんですから。違うと思いますよ。絶対違うと思いますよ。すよえー、こちら。<laughs> ラジオネーム、荒井智也。はい。ベッキーの携帯のストラップ。あれ、全部チンゲじゃないですか。<laughs> あ前から怪しいと思ってたんですよ、僕。あの、色合いは、チンゲでは出せないですよ。 あそうなんですかいろんな形ですけども。でもほら、論文のアツシとかチンゲとか髪の毛とか赤い色じゃないや、<laughs> ちょうも,もう、かうないし。で、じゃらじゃら言わないですよ。チンゲ集まったところで。<laughs> でも <laughs> あんだけ固めたら <laughs> 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 言う。くせさーと言うかもしれないですけど、じゃらじゃらって言わないですよ。 はい。ちんげちゃいますか多分違うと思いますよ、僕。あの、よく、ズボンのポケット入れるじゃないですか、携帯って。入れます、入れます。あんまついてきじゃない違う、違うと思います。それ。トーク番組で、店開かさないでトーク番組で。いや、ベッキーも人ですから、ちんげぐらい生えてると思います。まあ、生えてる。ちっこついてる。そう違う。れってもあそうですか。えじゃこれ最後にしましょうか。はい。ね。うん。えー、イドロップ。ありがとうございます。 えなりかずきあの人チンゲじゃないですかいやどういうことですか <laughs> やっぱりねはいあんだけ純情なのは、うん、人ではないと思うんです <laughs> 人以外の何かとなってどこにでもおるチンゲかといってすぐにチンゲになるのはおかしいです弟の見た目一緒ちゃんがますますチンゲっぽいですよいやチンゲはチンゲですからいやそチンゲでもいろんな形ありますよあってんねや 何をですかこれはいじゃあ、はい、もう一度だけギリギリコーナーいってみましょうかあ行いきますか続いてのコーナーはこちらはい朝よくない話さあいけば人生の見方がちょっと変わるかもしれない、うん、そんな1分間の浅くてよくない話をです、ね、<laughs> <laughs> えー これ何かもな、深い話のえ <laughs> 何置いてるんですか深い話浅い良くないですかねもうちょっとごらわせるよもっと浅くてよくない話をですね、はい、皆さん胸にしっかりしまい込んでくださいわ <laughs> かりましたさあこちら行きましょうか <laughs>、えー、ラジオネームウキウキチンコ <laughs> <laughs> 小学生の頃 同じクラスの子の亮君にロックマンロックマン X2 を借りたクリアしたら返すと言ったら亮君はそれヤマトのだから別にいいよと言われました仮パクを勧められ気が進みませんでしたがソフトの裏にはヤマト君の名前ではなく僕の全く知らない子の名前が書いてありました22歳になった今でも手元にありますまよくない、ま これは朝よくない話です、ね、これこれだこれだこれだこれを聞いて明日から何しようとも思わないですもんねこれ浅くてよくないでしょうこれ <laughs> とりあえずよくない話っいうのはもう決定事項ですからね,ねただの最低な話だけど <laughs> 浅いでしょよくないに浅いですから、うん、すだいぶ立ち悪いですけどねいやなんか このコーナーナ好きでね、うん、本当に。いやでもこれを広めたらダメちゃいますかこういう話いやこれ出版に持ってきたんですよ <laughs> 本当このコーナーいや,いやダメな社会になっていきますよこれ広めたらちょっともう一度いっていいですか、はい、こちらラジオネームマッキーペンシルこの間テレビのニュースで川島直美がワイン風呂に足だけ入ってるのを見ましたあかよくないよくないよくない うわ<ー>これは朝よくない話ですねああまあ自由語らんでも朝よくないっていうのが分かりますね、はい、これは朝よくない話だ、ね、3ぐらいしか語ってないんですけどもはい朝よくない,いやこれ絶対ね本にしたらダメやと思いますよ何ですかやっぱいい話っていうのは心にしみて明日への活力朝頑張ろうと思うもんね,ねで私の置き換えてみたいなことになりますけども あのー、でも、浸透圧、染み込むといえば、浸透圧で言えば、うん、はい、こっちの方が浸透圧があると思うんですよ。ま、あ確かにね。浅い浅い染み込んでそんな通り抜けていくでしょ。<laughs> だこっちの方がより染み込む力は強いんですよ。まず最初の話より。次の日ね、昨日あの話、深い話、見たとか聞いたって言った方がなんか、体に、はいね、残る方が、ね、いいと思うんですけどね。浅よくない話、聞いたっていうのも、なんか、からね、僕は思うんですけどね。ああ、そうなんですかね。うんうん、浅よくない話いいと思うんですけどね。はい、浅くてよくないんですよ。はい、まあ言ってる分またマシやと思うんですけど。はいはい。はい じゃあこちら行きましょうか行きましょうこちらラジオネーム広重はい稽古場さんこんばんは自分の朝よくない話は昨日のことです、うん、多摩川の土手を歩いていたら何もしてないのにめっちゃチワワに吠えられました朝 <laughs> <laughs> よくないな、ね、これ よくないですね。はい。でもまあこれ、朝いい話かもしれないですね。いや、別にその基準がわかんないです。ないですよ。全然。そんな。基準が全然分かんない。朝いいかもしれないですね、これ。なんでそっちに触れるのかあ、そう、ボキャブラみたいなんじゃないです。かたまに本当に深良くない話が来たら。これ世の中で一番良くない話ですからね。なるほど。深くて良くない話。そこは注意しなければない。世の中で一番危険な話ですからね。なるほど。まあというわけで。はい。まあね、またお便りの方お待ちしてますんで、ぜひ皆さん、いろんなコーナー、まだあの、今日しなかったコーナーも、 どんどん待ってますんで、うん、ぜひ送ってください。さあ、えー、宛先の方っいときましょう。宛先は、てめおこ、アットマーク、tbs.co.jp。てめおこ、アットマーク、tbs.co.jp まで。なお、届いたメールは、焼いて、ガ元日側に流します。<laughs> DVD ボックス、発売決定、ジーク、てめおこ、聞けばよかろうなのだ。 テメオコ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 ジークテメオコアメリカ帰りのあの男がついにテメオコにやってくる驚異のキックオフゴールはポールを巻いてのバントフォームラアイのスマッシュが300ヤードオーバーのリターンエースそしてドーピングまみれのパイルドライバーが木曜深夜は剣道小林のテメオコ絶対聞いてくれよなさあ もう分かる時間がやってきました先にねあのちょっと募集の方ナう、今日もやらなかったコーナーもいろいろありますが、てめえはあれを怒らせた、そしてアシスタント募集、ね、そして究極の M、朝よくない話、てめえおこポエム、なになにさん、聞いてるんでしょこれ、RG さんですね、今回は、<laughs> そしててめえおこ都市伝説、信じないか信じないかはあなた次第、剣道小林プレゼンツ、優しさの定義、あれはチンゲじゃないのか、<laughs> あれっちのコーナー。 すべてのコーナー宛先はこちらにお願いしますテメオコメールアドレステメオコアットマーク TBS.CO.JP テメオコアットマーク TBS.CO.JP までそして剣道小林のテメオコではポッドキャストも用意してますパソコンを持ってる方はぜひチェックしてくださいパソコンを持ってない人はメディアカフェポパイに行ってください <laughs> ダウンロードするにはポッドキャスト954か iTunes ミュージックストアにアクセスしてくださいポッドキャスト954 もしくは iTunes ミュージックストアにアクセスしてくださいということでねさあということで今日スペシャルゲストの真帆さんありがとうございましたいやありがとうございましたいや本当にねよかったですねいやいや本当にありがとうございますいやホンサにありがとうございますいやホンによかった本当僕もね正直無縁をなんで下ろしたというか新幹線間に合うでしょこれでえっ帰りのこれ間に合わんかったらもういや間に合賠償できないところですから 新幹線なんそうそのんは大丈夫ですよお金とか全然ねお金とか全然大丈夫ですよ何たってドーンと大金入りましたからねあパチンコあま嫌まあシアラ・バンギャルとかラブラドットとかそんなまああまあパチンコもやってますゆうこりのデートモードでモードで引き戻して引き戻しましたかあれ真鍋だけなんでロスプー円ですか そこで盛り上がっていきますそこじゃなくて違う感じでした違う感じですかねはいはいはい何があったんですか2人大金はね。いや見てないですかトータルして今までね初代であったりとかキングであったり初代キングキングオブなんてこと最近キングオブですよそうキングオブにあとお笑いのジャンルをはめ込めばキングオブコメディーの話はいいんですよ チャップリンの方の、映画の。映画の方の話ですか。燃え。燃え。どうする。気悪い。二度とこるか。もしかして。間違ってたら、間違ってみてください。はい。キングオブコントの。そんなさらっと。そんなさらっと。のことですか。いや、もしかしてじゃないでしょそれをメインに、これ中心に、普通は取り扱っていくもんでしょう。そうなんですか。はい。